30日に台湾で行われたタコ揚げ大会で、3歳の少女が大型のタコの尻尾に挟まれて、10メートルほどの高さで宙を舞うというハプニングがありました。オレンジ色の大型のタコを地上で放すと一気に上昇し、見ていた観客らは不安で悲鳴を上げて見守りました。少女は泣き出しましたが、なんとか地上に引き戻して大ごとには至らなかったそうです。風が強く吹いていたそうですが、見ていた観客らは、タコ揚げが恐ろしくなったと口を揃えて話していたそうです。